タイトルに込めた思いを一作さん自身と語っています。皆様こんにちは、千原悦子です。今日はね、療養中に春秋社から出版された私の108の歌についてお話しさせていただきます。白髪の歌、この題名はこれからの人生、髪の毛を染めずに白髪で生きようと決めた私の思いを込めました。本の中で私は